エゾヒグマ。生息しているのは北海道。日本に生息する陸上動物の中で一番大きい種類だと言われています。体長は2メートル以上、体重は300キロにもなるんです。がっしりとした手足に長い爪、頑丈な顎と歯を持ち、人間のようにかかとを地面につけて歩きます。雑食性ですが、主に木の実や草などを食べます。寒さが厳しくなる前にたくさん食べて、巣穴で冬ごもりするのはみんなよく知っていますよね。